新しいジャンルを皆様にお届けできるかなと。存在感をかき消すぐらいエナジーを見せてやるかな。勝つのはもちろん当たり前として頑張っていたので、そこにスイープという結果がついてきたのが本当に嬉しかったです。勝負する前の緊張感としては、勝利できるかとかっていう結果というよりかは、僕たち自身この2223シーズンになって、自分たちのこだわりだったりをしっかり見せれるかっていう緊張感があって、出る前はみんなで和やかな雰囲気で迎えられて、その空気感が良かったのかなと思ってて、今はラウンド2に向けては、僕たち自身ラウンド1を見返して、もっともっとこうしていった方がいいっていうところをみんなで意見を出し合いながら作成しているという感じになります。今日の前で意気込みは3期目突入するっていうところで、メンバーも結構いい意味で慣れてる、いいモチベーションで迎えたので、いい落ち着きがあったので、パフォーマンスとしては練習のいい状態がそのまま出たかなと。今回の対戦方式になってから、回避を僕たち自身意識するようになっていて、今回のラウンド中、レイザーズの皆様とは対局にあるようなチームのカラーだと思っているので、赤い情熱だとしたら、僕たちは静かに燃える青い情熱っていう感じがあるので、線の美しさだったりとか見ていただけたら、僕たちはさらに皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。ラウンド2の対戦相手はベネフィット1モノです。自分たちと違って多種多様なジャンルが踊れるメンバーが集まっている、だからこそ自分たちの強みっていうのが浮き出るのかなっていう、一種格闘技戦かなと。リリーグ時代そうなんです。面白い戦いだったんじゃないかな。存在感をかき消すぐらい俺らのエナジーを見せてやるから、スイープして浮き足立ってるところをもう逆にスイープしに行こう。ラウンド2の見どころはですね、2122シーズンでもちゃんとできなかった新しいジャンルを皆様にお届けできるかなと思っておりますので、楽しみにしててください。新メンバーの2名が加わってくれたと思うんですけれども、開幕戦はその2名は出てなかったんですけれども、ラウンド2で参戦ということで、モノリスを知ってくださっている皆様なら、新しい2名がどういうジャンルをされるか分かると思いますので、知っている人は楽しみにしていてください。開幕戦の応援本当にありがとうございました。追放するためには皆様のオーディエンスの力がないとスイープできていなかったので、本当に皆様のお力のおかげでスイープすることができました。ラウンド2でも引き続き僕たち頑張っていきたいと思いますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。そしてラウンド2も絶対勝ちますので、ぜひ見ててください。ラウンド2のゲーム、ベネフィット1モノリスと対決するために組んだブルキャストレイザーズのクランプっていう形で、発揮します。